こんにちは、パスタマニアです。今日は煮かすみのスパゲッティを作ります。まあ、よくサイゼリアなんかでもね、食べれる手軽なパスタですけど、なかなか家では作んないよね。今日は、そんな煮かすみのパスタを家で美味しく作れるようなレシピをお伝えしたいと思います。それではご視聴よろしくお願いします。はい、まずトマトをカットしていきます。今日はイカスミのスパゲッティにトマトも加えます。あとイカね。イタリアンパセリを刻みます。このパスタにはチーズはかけません。パセリだけでいきます。なるべく細かく刻んでいきます。ニンニクを潰します。今日はみじん切りはしないでこのまんまソテーします。イカスミのペースト、白ワインをちょっと足します。これで少し溶かしておきます。準備完了。まずガーリックをオリーブオイルでソテーします。いつものように冷たいところから最初強火でふつふつしてきたら引き上げましょう。パスタを茹でていきます。 1.5% の塩水で茹でます。今日は 1.55mm のテフロン加工のツルツルスパゲッティ、イカスミのペーストをオイルでソテーしていきます。ちょっと油が跳ねるので気をつけて。そこにアンチョビのペーストを約2皿分で12センチぐらいかな、イタリアンパセリを入れたら茹で汁も入れて、あとはパスタを絡めていきましょう。はい、パスタ入りました。火は中火ぐらいで、そこにカットしたトマト、まだイカは入れません。イカは一番最後。イカはね、すぐ硬くなっちゃうんですよね。ちょっと一回味見しましょうか。うめえ。いいですね。はい、よく混ざったところで細切りにしたイカ、これを混ぜてもう火を止めます。イカは半生ぐらいでちょうどいいかな。こうしてる間もどんどん火が入ってきますからね。本当にシンプルにイカの炭の美味しさだけを楽しむパスタなんで、鮮度がやっぱ物いいわけですよね。だから本当はイカをさばいて抽出した方が一番いいけど、なかなかそうもいかないんでね。でもこれでも十分美味しいですよ。完成。
ただきます。どうでしょう、久々イカスミのパスタ、これはうまいんだよね。どう、こんな感じ。いや、マジうまいっすよこれ。うん、最高でしょ。うまい。やっぱし、このイカがね、固くなんないようにしないといけないよね。トマトもあんまりねしない方がいいね。お刺身用イカそうめん使いました。これはうまいね。最高です。お歯倉気にしない、最高です。かあ、うまあ。めっちゃうまい。はい、ごちそうさまでした。とっても美味しかったね。いや、イカスミ久しぶりに作りましたけどもね、これ一度過去もう何年前かな、スミイカ丸ごと1匹買ってきて、当時ね確か港で3600円ぐらいで買ったのかな。これを買ってさばいて作ったことがあります。大変めんどくさかったんですけど、まあ、スミイカはスミいっぱい持ってますけど、普通ヤリイカとかスルメイカとかは、ね、あんまりスミ持ってないんですよね。だからもうほんのちびっとしかこう取れなくて、そういうのでもやったことありますけど、やっぱりこう大量にスミを使う場合はスミイカとか使わなきゃ無理だったん で今日は市販のスミのもうパックを買ってそれを使いました。まあ、それでも十分ね美味しくいただけましたね。まあ、ポイントは白ワインで最初それを溶いておくことで、今日やったようなアンチョビを混ぜるっていうのは多分あんまりみんなやんないんじゃないですかね。まあ、どういうやり方でもいいんですけどね、美味しければいいんです。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日はイカスミのスパゲッティを使わせてもらいました。ではまた、チャオチャオチベディアモーバラのてチャオ。いや、これほんとやばいわ。やばすぎ。